はい、お待たせしました。それでは早速、ポッドキャストの公開収録を始めていきたいと思います。ポッドキャストというのは、アップルが、提供しているインターネットラジオで、ユーザー数が1100万人以上います。聞いている人だと5万人、人気番組だと20万人以上が、聞いております。まあ、その中で配信して3日以内で教育ハウツー語で日本でランキング1位取りまして、世界でランキング2位を獲得させていただきました。ベストセラー著者森山良之のお悩み相談室、発達障害の潜在能力を引き出す方法。今日はこちらの、公開収録をさせていただきたいと思います。それでは早速自己紹介させていただけたらと思います。森山良之と申します。吉野 IT クラブ代表しておりまして、本丸ラジオ大阪スタジオプロデューサーをさせていただいています。本丸ラジオというのが総アクセス2500万アクセスございまして、ポッドキャストが1100万、ラジコが900万なんで、二つ出しても、まあ、本丸ラジオが上と、まあ、国内最大級のインターネットラジオになります。で、そちらの本丸ラジオの会長から未来を託したいと言われまして、まあ、現在、本丸ラジオの、会長の右腕として活動させていただいてます。まあ、所属コミュニティとしては BMS というビジネスマッチングステージという、まあ、そちらのコミュニティの、代表理事の方から、うちのコミュニティを日本一にしてくれと頼まれて、現在進めております。交流会参加すると、セールス系が多かったんで、まあ、趣味から仕事につながるようなコミュニティがあってもいいんじゃないかと思って、現在83個のコミュニティを立ち上げて運営しております。まあ、もともとはラジオ番組のパーソナリティとしてデビューさせていただきました。まあ、宮本真美さんっていう、まあ、斎藤一さんの弟子が、パーソナリティされてまして、まあ、どれぐらい自分の力が強すのか試したくて、まあ、ラジオを始め、パーソナリティ始めたんですけども、まあ、初回の放送で500番組ある中で、週間、いきなり週間ランキングトップ10入りまして、美容と健康部門で2ヶ月以内でランキング1位を飛ばせていただきました。まあ自分の番組を持つと、第42代トヨタ陽系野球チャンピオンの大沢広重選手に出会えたりします。で、まあ声優の寺尾さんという声優の方とも出会ったことがあります。まあモデル並みに開講だったんですけど、まあラジオのゲスト出演しませんかということでお声掛けさせていただいたところ、ゲスト出演いただきました。あとまあラジオメディアの魅力としては、ながらで聞けるということで、ユーチューバーで、チャンネル登録者数3万人で1つの動画の再生数100万回の、まあ、女性の方が、出ていただいたんですが、まあ、パーソナリティとして、まあ、デビューしていただいたんですが、まあ、そのデビューして1週間以内で、チャンネル登録者が4万7千人、1つの動画の再生数107万回まで増加しました。で、今日は皆さんにそのラジオのメディアの魅力を伝えるためにですね、現在、公開収録をさせていただいてます。で、今日の、ゲストは人物フォトグラファーの、真岡空さんにお越しいただいてます。差別からも、あなたの目を仕事にということで、その、まあ、差別からもという、オンラインサロンを、運営されております。はい。それではですね、早速ですね、収録の方を始めていきたいと思います。こんにちは、森山です。今日はゲストで、人物フォトグラファーの、真岡空さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。起業家の方、経営者の方を主に撮影させていただいております。人物専門写真家の真岡空と申します。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。それでは今日もいろいろ伺っていきたいと思います。本日のテーマは、発達障害 ×IT× 写真です。本日の質問は、発達障害です。カメラマンとして起業するときに反対されませんでしたか？ 30 代男性会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。やっぱりね、あんまり、こう、周りの人たちから、まあ、やりないと、みたいな感じの、あんまりなかったんですよね。なんかこう、やっぱりカメラマンっていうと、芸能人とか撮らないと食っていけない仕事、みたいな感じ。あとは、有名にならないと、今またライバルがいっぱいいるし、なんか、携帯でも上手に撮れる人増えたからとか、そういうようなこと、なんかわけのわかんないこと言われて、食っていけないよとか結構言われました。なんですけれども、私はそこで全然迷いはなかったんですよね。全然その、なんていうの、機能が発達している携帯があるからって、別に関係ないなっていう。そういうので撮れるようになったらね、なおさらいいなとは思うんですけど、人物を撮るって機械は関係ないんですよね。だからどれだけその人の応援ができるかとか、それに合わせた写真を撮っていくっていうのは、やっぱりこう、誰だってできることじゃないので。なのでね、私は全然不安がなかったんですよね。で、今実際にカメラマンとして本業でね、もちろん副業とかも何もせず、それでもう全然普通に、以前よりも何倍もの収入が来てますし、本当に独立してよかったなっていうふうに今思いますね。だから、
自分の信じた道を、神と見極めて歩いていけば、絶対に大丈夫だなって、私は思いますね。なので、頑張ってくださいっていうふうにエールを送りたいと思います。はい、森山さん、以上です。はい、ありがとうございます。まあ、ここに関してはちょっとだけ、掘り下げてお伺いしたいんですが、まあ、実際にそのカメラマンを目指して起業されるにあたって、なんか恐怖的なところとか、うまくいくかなみたいな危機感というか、なんかそういったことはなかったんですか？そうですね。それはね、ありましたよ。毎月毎月収入が確定しているものじゃないのでね。だから、先々を最初のうちはちょっと心配したりもしてました。でも、やっぱりやりたいって気持ちの方が強くて、私絶対うまくいくって気持ちがすっごい強かったから、なんか不安よりもそっちの方が強かったかなっていう感じがしますね。はい、ありがとうございます。本日は発達障害です。カメラマンとして起業するときに反対されませんでしたか？30代男性会社員からの質問にお答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。あそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。りがとうございありまがとうございます。す。はい。で、ここからは、ご参加者様の質問にお答えしますのコーナーに行きたいんですけれども、何かご質問などあれば、コメントいただければ、お答えしますけれども、いかがでしょう？まあ、なかったらなかったで無理に、回答していただかなくても大丈夫ではあるんですが、特にない感じですかね。リアクション、今日はちょっとリアクションがあるかな。どうしよう。特にないですかね。大丈夫ですかね。ということですね。で、最後に、今日参加された皆さんに、トモルラジオのゲスト出演ができるチャンスということで、過去にトモルラジオのパーソナリティ、また開局したことがない方は、誰でもゲスト出演可能で、ネットワークビジネス、誹謗中傷以外なら内容は何でも OK です。まあ、もし、ラジオのゲスト出演したいという場合は、吉野 IT クラブで検索いただき、お問い合わせホームに気軽にお問い合わせいただければと思います。あるいは、ホームページの方を問い合わせていただくと、LINE 公式アカウント登録できる形で、載せてますんで、そちら登録いただいてメッセージいただいても大丈夫です。はい。ということですね、今日のところは以上にしまして、で、最後にですね、そらさんの方からですね、差別化ラボのご案内をしていただけたらと思うんですけど、いかがでしょはい、ありがとうございます。私はですね、差別化ラボという、部活をね、エネルギー園の方でやっております。よかったらね、差別化ラボって検索していただいて、一からね、そういったことをしていただくことができます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日のところは以上にしまして、何かご質問などあれば気軽にご質問いただければと思います。本日はゲストとして、人物フォトグラファーの、真岡すらさんにお越しいただきました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。